はいどうもコミです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けいたします。今日はですねバルキリーを見ていこうというふうに思います。今までバルキリーの動画はまあ僕のチャンネルではそんななかったと思うんですけども、ちょっとねこれはもしかしたらもしかしないかっていうのがあって、それを今日はね、ご紹介したいというふうに思います。強いか弱いか信じるかはこの動画を見てからぜひねコメント欄でコメントいただけたら嬉しいです。これはね僕もまだね完全に自分の中で煮詰め切れてるかって言ったらそうでもないんですよ。だけどなんか可能性はすんげー感じるんですよ。もうビリビリ感じるんでね。で JWC、思いっきり無課金さんに負けました。すげえな、なんか29、こちらも25ってね、初見でだいぶ差がついちゃって、ボコボコに、されちゃっているんですけども、まあ本来ね、この勝ってる無課金さん側、どんな攻めしてんのよっていうのを見せるべきなのかもしれないけど、ちょっと今回は、バルキリー見てほしいんで、こちら側の攻めを中心にいきます。完全にこのトンミーさんのアタック4連発見てもらう形になりますね。で、どういう攻めかっていうと、バルキリー9体、いますね。ハック72枠かな ?72 枠持っていってる。で、他のユニットが、これ、スーパーウィザードとペッカというところから、まあ、中華式だなっていうのは見てもらえるかというふうに思うんですけども、これどんな風に使っていくかというと、まあ、すげえシンプルです。もう見てもらってそのまんまで、中華式のペッカスパビスに混ぜ込んでいくんですね。で、いや、それが本当に強いのって思ったんですよ。僕も思いました。なんだろう、奇策っていうか、たまたまうまいことハマったんじゃないのかな、みたいなね、風に思って見てたんですけども、いや、これをさ、やっぱり、JWC で初見2連発、さらには今やっているノラで、マイカさんとやってるんですけども、ちょっとごめんなさい、このマイカさんのね、リプレイも許可なしに、すみません、2本だけちょっと開けさせてください。これ結構、衝撃的だったので、撮っておきたいなと思って。合計4連発、ここ最近ね、全開をね、もぎ取ってるんですね。これはすげえわと思って。で、バルキリー今8体をこの中に入れていきました。1体はサイドカットに使いましたね。で、そいつらにレイジをガンガンかけながら、トームかけて暴れさせます。でね、このタイミングで見てほしいのはですよ。スーパービザーとかね、めっちゃ生き残ってるんですよね。はい。で、トームかけた状態で、バルキリーが暴れまくったもんだから、こういう部分わかるかな?巨大爆弾とか、テスラとか、こういうのを、バルキリーがもう、レイジ状態のトームかかった、トームレイジバルキリーで一掃してるんですよね。ドバッと一気に。で、当然中盤の真ん中ら辺、このクラン城あたりで、バルキリーは全部いなくなるんですが、その後登場するのがペッカとスーパービザードですね。アーチャークイーン、ヒーラーも当然まで生き残ってるんで、丸々生き残った、その中華式の主力部隊っていうのが、そこから仕事をし始めるんですね。こうなってくるともうなんか、ね、強さを、語らずとも分かってもらえるかなっていう感じですよね。アーチャークイーンも今ここでクローグも時間巻くために入ってますけども、ロイヤルチャンピオンもギリ生き残ってくれたかな。ここで回収して終わりという形ですね。やっぱね、バルキリーがいることで何が美味しいかって、巨大爆弾とかテスラとかそういう、軽めの防衛だったり罠っていうのを、序盤に一気に、回収してくれるんですよね。トームレイジバルキリーが。で、リックスケルトンなんかが出てきても、それも一瞬で当然処理するんで、今この攻めのも実はね、処理してくれてるんですよ。入りのところで、2個ぐらいかな、スケートランが出てきたんですけども、それを一瞬で、壊して、壊してっていうか倒してくれていってます。そんな感じなんですよね。で、このアタックなんかは、ちょっとね、これはマジかよってなおさら思ったんだけど、これオジヒゲ多分タウンホール狙ってるんですけど、失敗して、それちゃってるんですよね。オデヒーが。そこを巻こうか。少し長くなるから。それちゃってるんですよ。タウンホールが最後まで残ってるんですけど、さっき言ったように、ペッカとスーパーウィザードがこのパターンでいくと残るもんだから、最後本来タウンホールなんか残ったら大事故になるに決まってんじゃないですか。だけど、ペッカ、スーパーウィザード、ヒーラーが生き残ってるから押し切れちゃうんですよね。どんな風になるのか、これ結構衝撃でかいんで見てください。本当にビビりますよ。マジで。あり得るそれみたいな感じで、展開されていきます。バルキリー1体でできながら、これサイドカットはおそらくタウンホールに向かわせるための、これは言ったら悪いけど、悪あがき的な感じだ
ったんじゃないかな、どうなんだろう。いやこれもマルチインフィールドワンチャン狙ってたから、だったら普通壊してから入れるよな主力な。うん、はい、ペッカを出して、でアチャクイ出して、バルキリースーパーウィザードっていう順番ですね。で若干ここグランドブで遅れるんですけども、トームをしっかり決めていきます。このタイミングうまいですねトーム。で一気にバルキリーが中央部分暴れまくるんですね。これねキングのフィストと被っちゃって見えないんですけども、バルキリーがどん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 壊していってます。こういうところね、テスラとかほら今回ってるの見えるかな、これにいますね、こういう風にねガンガンガンって。で中央部分を一気に殲滅したことによって、スーパービーザードがほらがっつり生き残ってるんですよ。ちょっと進行見せませんけどね、状況だけ見てください。こんな風に生き残ってるんですね。でこれが生き残っているから最後残ったタウンホールが処理できちゃうんですよね。こっからさらに、無傷のホグライダーとロイちゃんが出てきて、順次方面制圧していきます。ペッカとスーパーウィザード今この辺にほぼ無傷状態で残ってるの分かりますかね。ヒーラーがついてもう盤石の構えですよねこれ。だからそのよくドラゴンなんかをねミックスして、ヤマタノオロチなんていう風に呼んでたりしますよね。サキペテさんや、カリーさんがよくやってる戦術かな。であれっていうのも3つのドラゴンが、前衛中衛後衛っていう風に分かれて、それぞれお互いを守りながら順番順番にやられていくっていうパターンなんですけど、今回のこのトミーさん式のパターンっていうのも、最初まずバルキリーが、捨て駒っぽい形になるわけですよね。でやられて、でもやられる時にスケトラとか罠とかをガツガツ回収しながら行ってくれるんで、まあ、それによって、ペッカ と、あいつ、スーパーピーザとかがやられずに生き残ってくれる。で、終盤においては今度その生き残ったペッカスーパーピーザが仕事をして全開取っていく。でその全てをヒーラーがサポートするっていう形になるわけですね。まあその全てをっていうのは言い過ぎか、バルキリーにヒーラー基本このパターンだとあんまつかないので、そこの回復の恩恵はね、バルキリーに対してはあんまり期待ができないんですけども、まあ、それにしてもですよ、はい、いやちょっと申し訳ないですねこれ、本当僕は日本戦はね取んないようにしてるんですけども、これだけちょっと取らせてもらいたい。マイカさんがご容赦ください。でこれグランドボーテンで三次方面この辺のね部分をカットしていきます。で、バルキリーを中心部分に入れるんですけども、これ特に顕著です。回路に対してこのバルキリーペッカって結構トミーさんよく使うんですけど、刺さるんですよね。なんで中華式を持ち技にしている方は回路を見つけた場合このパターンってありかもしれないです。もしかしたら入りでねトルネード引いちゃうとちょっと話が変わってくるんですけども、に説明しておくと、ここまずおでんで壊して、ここにガーンって主力を入れます。こっち側はキングですね、キングトーカーで削っていきますこれね、はい。で、タンコールの周りにこう隙間がいっぱいあるじゃないですか。この周りに、まあ、ここに巨大爆弾とかが敷き詰められているわけですよ。これをトームバルキリーが全部解除しながらタンホールまで壊していくんですね。ちょっと見ていきましょう。外周のペッカとキングのカットはまあいいですね、いい感じにいってるんで、中心部分にみんな入っていって、ここからですね、レイジトームかけて一気に、はい、バルキリーがこれから暴れまくります。ダブルレイジ2つ目、タウンホールの周り罠が出てきますが、全部これ解除していって、奥側にペッカがもうそのまま流れ込んでますね。スーパーウィザード、アジアクイーンが来る前に罠を全部解除しながら、かつタウンホールも潰すということができているので、ここから先やっぱりね、ポイズンダメージもあってペッカやアジャクイ、あとはスーパーウィザードやられちゃうんですけども、もう中央部分の制圧がものすごくうまいこと言ってるので、あと外周に回っているキングと、ホグライダー、あとロイヤルチャンピオンですね、こいつらで中心部分アーチャークイーンがタギを取って真ん中壊してくれている隙に外周ぐるっと回っちゃうっていう感じですね。すごいんだよこの破壊力が。ここにさ、ほら見て、この爆弾の数1、何個あるこれ、多分全部あるよね。1、2、3、あ、ボムターもあるからあれか、1、2、3、4、5、6、7個巨大爆弾がありますけど、これをバルキリーがもう一瞬で全部踏んでいくんですね。トームのまんまダメージ食らわずに、レイジかかってるから。これですよね、意外と7個も巨大爆弾があると400ダメージ受けるって考えて2800か、だから結構ダメージ食らうんですよね。ヒーローもアーチャークイーン半分以上やっぱダメージ持ってかれちゃうし、しかもそこにポイズンダメージが加わったりすると、中央部分の主力を落とすには、まあ、十分な巨大爆弾のダメージになるんですけども、トームかかってないとね。なんですけど、それをねバルキリーがこう踏んでいくっていうのはマジでかいですね。さらにまあスケルトントラップなんかも当然あったんですけど、一瞬で全部バルキリーが処理していったんで、
ペッカがスムーズに進みまくって、もう一回見てもらうと分かると思うんですけど、このね部分から入ったペッカが一瞬でここまで到達したんですよ。サンホール越えた奥側までガスンって、このガスンっていった理由っていうのは、スケルトントラップで一切捕まらずに、タウンホールもあっさり、バルキリーと協力しながら壊してスピーディーに進むことができたっていうことを証明してると思うんですよね。やばいなこれってマジでちょっと思いました。このバルキリーは可能性どうすか、ここまで見てもらって。最後一本見る前にちょっと考えてみてほしいんですけど、このバルキリーなんか可能性感じません？まあ入れるのが正確かどうかは分かんないですけど、4体とかそれぐらい支派32枠、まあゴーレムの代わりかっていうのはあるけど、入れてもいいんじゃないのかなぐらいな気はねちょっとしますよね。で、マチコさんもすいません、リプレイ取らさせてください。編成、最後の1本見る前に、おさらっていきましょう。まず、ヒーラーは4体ですね。これ5体にすることもありますけども、基本4体でやってます。で、5体にする場合はペッカを、1体減らしたりもしますね。で、今回トミーさんこの辺の、外周の軽い火力を削ってるんで4体にしたのかなと思います。ペッカさんのスパイズ1ですね。あ、7ですね。で、バルキリー9。このバルキリー9、大体固定ですね。で、兵器は10日兵舎。ジャンプの呪文っていうのは、2枚持ってくのがまあ基本かな。1枚にするケースはあんまないですね。これで攻めていきます。で、グランドオーデンのオデヒーを、十字方面から展開。ヒーラーを、十字寄りですね、からつけていって、こっちからこう入っていくっていう形ですね。で、これ投石まで壊していきません。壊していくとちょっと時間がかかりすぎるし、投石を壊すルートにグランドオーデン出した場合って、そこから先の、ペッカスパビズを出すね、場所っていうのがなかなか取りにくいので、まあこれはもうジャストサイドカットですね。あんまり欲張って破壊までは狙わないという格好になってます。グランドオーデン、しっかりウィズ島を壊していって、大空砲も壊していきます。で、ここから、にユニットを投入していきます。まだ削るかな、まだ削るか、結構削るな。いきましたね、アーチャークイーン出していって、はい、本当にこの大砲まで削りたかったんでしょうね、逆側ので。ここで、逆サイドからはキングと、投下兵舎を出していきます。スパイツ1体添えてますね。これはまあ、あんまりどうだろう、手間が増えるだけな気もするって言ったら失礼かな。バルキリーとペッカが一気に登場しようから、スーパーウィザード、しっかりこいつらにトームを合わせて、そこからレイジをだんだんと重ねかけていきます。ちょっとレイジが遅れたかな、これポイズン打ってるタイミングでレイジを送りましたね。ただまあバルキリー見てもらって分かる通り、これ前衛にこう張ってるじゃないですか。今トレンドかかってますけど、こういう風に前衛に張ってくれてるから、こいつらがいい仕事するんですね。で、ここでさらに前に前に出ていって、投石機の方まで破壊、後ろから来たアーチャークイーンがタウンホールめがけて突っ込んでいくという格好ですね。これはちょっと欲張ったかな。こっちの方にユニットがみんな流れちゃいましたね。アチャクイがタウンホールにワンチャン向かわなかったら少しまずかったかもしれない。まあ、ただやっぱり言えるのは、今回ジャンプの呪文ここにかけてるんですよね。なので結構幅広いこの部分にユニットが入るっていう、割と広い区画にユニット投入してるんですよ。なんだけどバルキリーってそのトーム状態でレイジかかって散らばると、もう短期でも全然防衛壊しまくってくれるんで、四方八方に飛び込んでいって片っ端から防衛なぎ倒していきましたよね。そこに、スケトラなんかがあってもペッカとしても違って止まんないんですよね。ロイちゃんでもやっぱスケトラがあったら止まっちゃうんですけど、止まんないので、もう止まらずに一気に駆け抜けてくれます。このレイジトームバルキリーがめちゃくちゃ強い、序盤に。これのおかげで、終盤までやっぱペッカが生き残ることができる。今もこれペッカ今いたかな、ちょっと身を忘れちゃったけども、っていうことですね。ペッカとスーパービーダードが生き残ってくれて、最後の最後は終盤の火力になってくれるっていうところですね。これさっきの変数だけもう一回見ようかな。ヒーラーの数はやっぱ4ですね、ヒーラー4っていうのがやっぱりトミーさんのこれ鉄板パターンですね。はい、まあヒーラー4でいいんだと思います。このリプレイとか見てもらうと、まあ分かる通りで、受け止めましょうかね。ガーンって入っていっていった、バルキリーたちがターゲットを取りながら無敵状態でこの辺全部殲滅するんで、後ろから来るペッカたちってそんなにダメージ受けるとこないんですよね。通常の中華式だとそのペッカにヒーラーつけて、でダメージを回復させながら、ペカヒーで耐えていくっていうパターンなんですけど、このパターンに
においてはもうレイジトームバルキリーがもう序盤から中盤ぐらいの火力を全部吸収しながら破壊していってくれちゃうっていうパターンなんで、まあ、ヒーラーの数は少し減らしてもいいという判断なのかもしれないですね。はい、というところでですね、本日は4本、トミーさんのこの、バルキリー混ぜの中華式見てもらいました。どうでしょう、ぜひね、これ可能性あるよとか、いや、これをするならゴーレムだろ、入れんのみたいなね。まあ、どんな話でもいいんで、ぜひコメントもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。僕もちょっとこれからこれに詰めていきたいと思うし、やっぱね、話は若干それますけども、これから自分がやっていこうと思うのって、ドラゴンと、この中華式をまあ基本にしたスマッシュ系の戦術の2個を中心でやっていこうかなと思ってんですね。まあ理由はいくつかあるんですけども、まあその中でこのバルキリーまでの中華っていうのがすごく僕は今魅力的に感じてるんで、皆さんのご意見も聞きながらですね、主力に入れていくか、それともまあ通常の中華ないしはスーパーボーラーに落ち着かせるか考えていきたいなというふうに思っています。はい、ということでですね、本日動画を終わりにしたいというふうに思いますが、私のチャンネルこんな感じでクラン対戦のアタックの解説系の動画中心に上げております。タウンホール12から14まで幅広く扱っておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では最後まで本日もご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。